陽平先生。あの花の名前なんだかわかった？遠足行った時の。あ、そういえば陽平先生の宿題だったよね。大学？うわ、なんかすごい。ご苦労様。いよいよ教育実習も後半戦ね。今までのところは合格点。これからも気を抜かずに頑張ってね。私の名前、多いじゃない。バーカ。もううっさいな。私が何してようとあんたに関係ないでしょ。
バイトも一緒だったし。人のすることになんだかんだなんだかんだ、あんた本当に何なわけ？あんたみたく鬱陶しい女初めて。お願いだから死んでくれる？私の勝手。あら、どこかに行くの？あんまり道臭くてちゃダメよ。生徒たちに示しがつかないでしょ。じゃあまた明日ね。Thank you.
お兄ちゃん、朝だよ。お兄ちゃんってば。お兄ちゃんってば。お兄ちゃん。おはよう、お兄ちゃん。へへ、たまにはね。緑はもう学校行っちゃった。わかんないけど、早起きの癖がつくのはいいことだよね。さ、早く降りてきてね。できます。うん、大学の先生にもわかんないの？恭平先生の写真が下手だっただけじゃないの？ナミ先生も言ってたけど、姫神島の伝説に出てくるのってあの花なんじゃないかな。どうだろう、アキちゃん知らない？わかんない。でも姫神島って花の多い島だよね。ご苦労様、もうずいぶん慣れたみたいね。一つ言っておきたいことがあるんだけど。例の揉め事がまた大きくなってきてるみたいなの。生徒の中には気づいてる子もいると思うわ。でも教師である私たちはそんなことに振り回されずに落ち着いていなくてはね。じゃ、また明日ね。
先生。今日は家に帰ってます。はい、まっすぐ帰ってきたから今日はここに来ないと思います。はい、いいえ、祖父と祖母が、父と母は花畑で働いてます。先生、何かあったんですか？お姉ちゃんと。先生、お姉ちゃんと仲良くなったんですか？よかった。ひろちゃんってお姉ちゃんの友達です。一緒にアルバイトしてた。でも電話があったんだったらもっと機嫌よくなってもいいのに。はい、お姉ちゃん、好きな人いるんですか？なんだ。いないと思います。そういう話って聞いたことないし。ああ、びっくりした。お姉ちゃんに好きな人いるのかと思っちゃった。え？嫌じゃないですけど、それはお姉ちゃんの自由だし。はい。でも先生も好きなんでしょ？お姉ちゃんのこと。
それに意地悪だし欲張りだしすぐ機嫌悪くなるし。やきもち焼きで怒りんぼで何かっていうと僕のこと叩いたり蹴ったりするし。ないですね。勉強は大嫌いで体育の授業はいつもサボってました。暇な時は寝てばっかりいます。全然風邪ひくとうつるからそばに来るなって言われます。ちゃんが上級生にいじめられてた時、僕が相手にかかってったらお姉ちゃん一人で逃げちゃいました。最悪です。ですよねー。